どうも、困った時はお忍び来日、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのはサッカー界新日トップ10、日本のことを愛してやまない男たちの心温まるエピソードを一挙紹介。愛する気持ちに順位をつけるのは心苦しいですが、今回はやらせていただきます。あえてね。第10位、不安また。マンチェスターユナイテッド所属のスペイン人は、学生時代は日本文学を学び、体育会系の世界にあって知的なプレイヤーとして知られており、趣味は読書。特に日本の作家である村上春樹の大ファンで、代表作のノルウェーの森はもちろん、2013年にはフランス代表との親善試合の前に、神の子供たちは皆踊るを読んでいたことを明かしました。さらに来日した時は、いつもこの国が好きでしたと日本語でツイートしています。第9位、デロッシ。セリエ A で人気を博し、親日家としても知られているデロッシは、2018年に日本から帰国した際に、地元紙のインタビューで、伝統文化には大きな敬意を払わないとダメだと前置きをした上で、日本へ行く前にタトゥーをあまり歓迎していない人がいることを知った。悪い意味でのサプライズを避けるために、どこなら行っても問題がないのか、どこへ行ったらタトゥーを隠すべきなのかを事前に調べたよ。僕らは観光客でしかないから注意深く振る舞った。タトゥーは昔マフィアを連想させるものだったから、日本では高齢の方にあまり受け入れられてないようだ。でもさ、僕ってマフィアっぽくないだろ。いやー、正直怖いっす。すいません。第8位、エドガー・ダービッツ。かつてオランダ代表で活躍したダイナモ。2014年のワールドカップ前に来日した際には、日本代表にエールを送るとともに、日本や日本文化も好きと語っています。特に武士道に傾倒しており、自宅に和室と数多くの日本刀を所有していて、同じセリエ A で活躍した中田英寿に、中田が帰国する際に甲冑のお土産を頼んだとも伝えられています。そしてチャリティーマッチなどでたびたび来日するほど日本文化を愛しているようです。第7位、パオロ・カンナバーロ。2006年のドイツワールドカップで優勝したファビオ・カンナバーロを兄に持つ同選手は、寿司を週に 2,3 回食べるほどの寿司マニアで、故郷のナポリに愛してやまない寿司のレストランを開店しました。また腕のタトゥーには、パルマ在籍時に中田英寿から教わったというカタカナで息子のマヌエル君の名が刻まれており、他には芸者風の女性や侍の絵、そして花のボタンが日本語で刻まれています。第6位、ルイス・フィーゴ。2000年にバロンドールを受賞したドリブラーは、これまで日本の文化に感銘を受けたことをよく語っており、日本食の寿司が本当に大好きで、バルセロナ在籍時に日本食のレストランまで開業するほど。そしてフィーゴは当時バジャドリーに在籍したジョー・ショージを強い要請でこのレストランに招き、自慢のお寿司を提供。そしてフィーゴご自慢のお寿司を口に入れたジョーは、これは寿司じゃないとフィーゴに冷や水を浴びせました。ダメよ、そんなこと言っちゃ。かわいそうに。フィーゴ泣いちゃったらどうすんの。ああ、ほらほらほら、泣いちゃった泣いちゃった。第5位、パトリック・エムボマ。97年にガンバ大阪でプレーし、なにわの黒豹として親しまれ活躍しました。そしてガンバ在籍時にうどんに激ハマりし、2002年の日韓ワールドカップにカメルーン代表として出場した際にも、合宿先の大分県中津江村で、うどんはないのかと聞くほど好きだったとのこと。さらに自身の三男に健康の健と志の意味から健二と名付けました。僕も妻もそれくらい日本を身近に感じているんだ。外国人であることで好奇の目で見られることはあっても、黒人であることで差別されてると感じなかったのは日本が初めてだった。日本は僕の体の中に生きている。ずっと日本のことを思っているし、いつか日本に帰りたいという気持ちはだんだん強くなっていると語りました。第4位、リオ・ファーディナンド。日本を愛する気持ちは有名で、中でもヤマハ社のバイクがお気に入り。2001年に池田小学校で事件があった当時、プライベートで来日していたファーディナンドは、母親との京都旅行を急遽キャンセル。母親は京都観光を心から楽しみにしていたそうですが、ファーディナンドは、どうしてもあの小学校に行きたいんだと告げ、抱えきれない花束と共に哀悼の意を捧げに向かいました。そしてその事件から数年経った後でも、ツイッター上でも哀悼の意を捧げています。さらに朝日新聞の取材に対し、ファーディナンドは、国籍も肌の色も超え、一人の人間として哀悼の意を捧げたかったと答えています。第3位、アルベルト・ザッケローニ。
2010年から2014年の日本代表の監督を務めたザッケローニ。実際に監督になってから本格的な親日家になったらしく、わさびが大好物になり、ガード下の居酒屋で飲むのが好きで、今でも年に2回は家族旅行をするくらい日本を愛しているとのこと。そして退任後、母国のイタリアでインタビューを受けた際には、私の人生の中で一番充実していた時間だった。これで給料をもらってもいいのか?と思っていた。こんなにいい体験ができるなら私の方がお金を払うべきだ。と語り、東日本大震災のチャリティーマッチとして日本代表 VS J リーグ先発の試合が行われた際も日本代表の指揮を取りました。そしてこの試合で相手チームである J リーグ先発の三浦知良選手が得点し、カズはそのままスタンドまで駆け寄ってカズダンスを披露して天に指を突き上げます。あたかも被災地にそのゴールを捧げるかのように。このゴールに対してザッケローニ監督は、私はゴールを決められるのは嫌いです。しかしゴールを決められて嬉しかったのは私のキャリアの中で初めてですと語りました。第2位、アレッサンドロ・デルピエロ。自身の日本語ブログを開設するなど親日家としても知られ、日本に興味を持つようになったのは小学校の地理の授業で先生から、どこか一つの海外の国を選んで発表しなさいという課題にたまたま日本を選んだことがきっかけでした。キャプテン翼やルパン三世の大ファンで、特に新日本プロレスリングには熱い思いがあり、イタリアでもテレビ放送されていたワールドプロレスリングを子供の頃によく見ていました。そして2005年にテレビ朝日のインタビューで藤波辰爾と対面した際には歓喜して、彼の技の一つであるドラゴンスリーパーをリクエストしてかけられました。また2011年の震災の際には復興支援のためオリジナル T シャツを制作してネット上などで販売。売上金約2432万円を日本赤十字社に寄付しており、震災復興マッチなどには自ら志願して出場するなど、慈善活動への情熱と日本への愛はかなり深いようです。第1位、イビチャオシム。日本代表も務めた名伯楽は1964年東京オリンピックの際に初来日。オシム選手ら数人は練習の合間を利用してサイクリングがしたいと関係者に申し出ると自転車を無償で貸してくれました。そして気分よくペダルを漕いでいると、とある民家の縁側から自分たちを手招きする老婆がいました。なんだろうと思い行ってみると、190センチの外国人大男たちに物おじすることなく、老婆は切った梨をくれたそうです。祖国ユーゴ連邦は民族紛争の絶えない地域、平和でのどかな国のありがたさ、素晴らしさを老婆からもらった一切れの梨を通じて改めて噛みしめました。その他急な要望にもかかわらず、いち早く自転車を調達してくれた関係者の対応ぶり、さらには生まれて初めて見るカラーテレビや近代的な大都会東京にもとても感激しました。帰国後、友人のヨシップ・カタリンスキーに、日本は親切で誠実だ、とても歓迎されてすぐ好きな街になったと興奮気味に語り、当時23歳のオシム選手はすっかり親日家になるとともに、お世話になった日本にいつかは恩返しがしたい、そういう気持ちが芽生えました。そして時を経て2003年、ジェフユナイテッド市原監督に就任。欧州の有名クラブからの複数のオファーを断り、オシムは自身のサッカー人生の最終地点に日本を選びました。東京オリンピックから数えて39年、ジェフ監督就任の記者会見で、韓国行かないよ、日本だからこそ来たんだ、ここは思い出いっぱいの国なんだと語りました。サッカー界新日選手特集。以前に新日ランキングトップ10という形で紹介させていただいたのですが、なんでランキングにしたんや。愛する気持ちに順位などつけられるはずもなく、その反省を生かし輪になれ何輪の精神で新日と呼ばれる選手を血眼で調査してきました。なので今回は前回紹介できなかった日本を愛する男たちを紹介していきます。1人目はクラウディオ・マルキージオ。ユベントスのユース出身の生え抜き選手として長年にわたって活躍したマルキージョは、プリンチピーノのニックネームの通りサッカー界屈指のイケメン王子。そんなマルキージョはトリノで日本食レストランを経営し、多い時で週に 3,4 回お寿司を食べるほどの日本食マニアとして知られています。そして2018年に来日した際には、イタリアと同じくらい心が安らぐと SNS 上でコメントし、銀座をぶらつく写真を投稿しました。
さらにコロナウイルスの影響で自宅待機の日々を送っていたマルキージョはユベントス公式メディアのインタビューで、この先家から外出できるようになったらどこを旅したいと聞かれると、ポリネシアと日本へ行きたい、日本には子供たちを連れてね、東京には仕事のために一人で行ったことがある、みんなから話で聞いていた通り本当に驚くほど美しい場所だったよ、だから東京だけではなく大阪や京都、日本全国を妻や子供たちと一緒に旅したいと思っていると日本への思いを語りました。あと全然関係ないけど1日にタバコ4箱吸うらしいです。2人目はイヴァン・ラキティッチ。バルセロナやセビージャで活躍した男は、スター選手にありがちな気取ったところがまるでなく、ファンに呼び止められれば車を止めて気軽にサインや写真に応じるなど、フレンドリーさが魅力なナイスガイ。そしてドラゴンボールの大ファンとして知られており、2015年クラブワールドカップで来日した際には、日本のファンからラキティッチの背番号4とネームが入った特製フィギュアがプレゼントされると、自身のインスタグラムに嬉しそうに握りしめている様子を掲載し、なんて贈り物だと喜びを爆発させました。さらにバルサ TV の取材では、日本の雰囲気は最高だよ、僕らへのおもてなしに対して感謝をしたい、みんな僕らに夢中だし僕らも日本の皆さんに対して同じ気持ちだと日本のファンへの感謝を伝えました。その後も自身の Twitter で髪の毛が逆立った写真と悟空を並べて悟空とツイートし、さらにバルサ公式のインスタグラムにて練習中の写真とともに悟空と投稿されると、ラキティッチも自身のインスタグラムに悟空モードが起動中と大はしゃぎ。そんなドラゴンボール大好き男は、妻であるラケル・マウリさんを口説く際に初期のヤムチャ並みに色男っぷりを発揮しました。セビージャに移籍する際に滞在するホテルのバーで働くラケルさんに一目惚れしたラキティッチは、仕事中の彼女に猛アタックすると、彼女に仕事中なので話はできないと断られるも、チャラヘッチャラと言わんばかりに毎日ビッグバンアタックを続けた結果、2人は見事結ばれ、現在は2人の娘と共に暮らしています。3人目はビラス・ボアス。長きにわたってモウリーニョ監督の下でアシスタントコーチを務め、モウリーニョの右腕と呼ばれた男は、過去にポルトを率いて33歳7ヶ月という若さでヨーロッパリーグを制し、ウェファ主要大会での最年少優勝監督記録を更新。その後はチェルシーやトッテナムの監督を歴任するなど、世界的な指導者として知られています。そしてチェルシーのアシスタントコーチ時代に初めて日本を訪れた際には、日本文化に遭遇した経験がとてもエキサイティングだった、大阪には力強さを感じ有名なたこ焼きも食べました、観光は大阪だけでなく東京でも美術館や渋谷のスクランブル交差点にも行ったりしました、日本人の規律や鍛錬ができる姿勢は非常に尊敬します、私は日本文化に強い関心を持っていますと、日本の文化や治安の良さ、礼儀正しさに感銘を受けたことを語りました。さらに2020年10月、フランスメディアのインタビューに応じた際には、私はいつかワールドカップでチームを率いたいとずっと思ってきました、日本に魅力を感じています、それは私が望んでいるポジションですと、日本代表監督就任への思いを口にしました。ハリル・ホジッチ監督が解任された際に実現はしませんでしたが、監督就任の話し合いがあったとのことなので、いつか日本を率いてワールドカップを戦ってくれることを期待しましょう。4人目はカカ。1993年当時11歳のカカは、宮城県の先発チームと戦うサンパウロ FC のジュニアチームの一員として来日し、10日間山形県最上町に滞在しました。そこで花笠踊りや芋掘りなどで地元住人との交流を楽しみ、行われたサッカー大会でカカは最優秀選手に選ばれ、チャブートに入った賞金5000円札を手にしました。そのことについてカカは、これはサッカーで初めてもらった賞金、僕を活躍させてくれるお守り、大切な宝物と語りました。この時にホームステイ先として迎え入れた押し切りさん夫妻は、礼儀正しいカカを息子のように可愛がると、カカが世界的なスターとなった後も国際電話で連絡を取り合い交流は続きました。そして2002年に押し切りさん夫妻は、日韓ワールドカップに出場するブラジル代表チームの一員としてカカが来日した際に、決勝戦を前にカカの宿泊先を訪ね、日本では自分の子供が立派に成長してくれることを願って渡すんだとの思いを伝え、鯉のぼりを手渡ししました。するとカカは何度もありがとうとお礼を言い、決勝戦のチケットをプレゼントしました。そして横浜国際競技場でドイツと戦った決勝戦、押し切りさんが目にしたのは、ブラジル応援団が陣取ったスタンドの最前列で風に泳ぐ鯉のぼりでした。
その5年後、2007年 FIFA クラブワールドカップ出場のため来日したカカは、押し切り夫妻と再会を果たし、財布から取り出したのは、あの時勝ち取った人生で初めての賞金5000円。宝物として大事に保管し、クラブワールドカップで優勝するためにお守りとして持ってきたとのことでした。そしてそのお守りの効果があったのか、決勝戦でカカはゴールを決め優勝に貢献し、その年のバロンドールと FIFA 最優秀選手の個人賞も受賞しました。日本の両親として慕う押切さん夫妻について、カカは、押切さんは日本に行った時にお世話になった人だ。考え方、食文化、生活そのものが違う人だけど、二人は僕にとって本当に特別な存在なんだと語りました。一人目はアーリング・ハーランド。南の滝の影響なのか、盆栽が好きだというなかなか渋い趣味を持つハーランドは、2023年にプレシーズン恒例のアジア周勤ツアーに来る際に、自身のツイッターを更新すると、富士山や桜をバックに瞑想ポーズのイラストを投稿。アジア Here we go! とつぶやきましたが、イラストはほとんど日本のもの。さらにマンチェスターシティのクラブ公式動画で、ガイドツアーに行くならどの街がいい?という質問にハーランドは、東京もいいよね。と話し、一番好きなタイプのレストランは?という質問にも、日本食が大好きと回答しています。ちなみにドルトムントで香川と親友だったギュンドアンも親日派であり、この動画内で、東京は素晴らしかったよ、みんなすごく礼儀正しいし、街中もすごく綺麗、食事も最高さ、寿司とか新鮮な魚はアンビリーバブルだったと語るように、海外で活躍する日本人の影響で日本食などの文化が受け入れられているのかもしれません。続いてはマルコ・アセンシオ。東京オリンピックにオーバーエイジとして参加したアセンシオは、準決勝で日本代表と対戦した際に得意の形から決勝ゴールを決めて、日本サポーターの夢を粉々に打ち砕きました。しかしアセンシオはユニフォームを脱いだ後にお辞儀パフォーマンスをしたことや、可愛らしい柴犬を飼っていることから、柴犬を飼っているなら仕方ない、アセンシオは柴犬を飼っているから許すことにしたと、柴犬によってアセンシオの日本人気は保たれました。さらにアセンショーは大会終了時にお辞儀ポーズを添えて SNS アカウントを更新すると、これから忘れることはない一生に一度の経験だね、スペインのためにメダルを取ったことや他のスポーツのアスリートと共に生活したことは素晴らしかった、1ヶ月間にわたって温かいおもてなしをしてくれた全ての日本人に感謝しているよ、ありがとうと投稿し、日本への感謝を伝えました。ちなみに日本犬を飼っているサッカー選手は多く、ディバラの愛犬は秋田犬カイヤ、クロアチアのチョルルカは柴犬オスカー、ビダルは柴犬ケンゾーという詐欺師に突撃しそうな名前の犬を飼っています。3人目はペレ。幼少期を過ごしたサンパウロ州バウルは、農業移住者の日本人や日系人が多く住む地域であり、ペレの初恋の相手はなんと日本人。さらに3度目の結婚となったマルシア・アキオ夫人は日系ブラジル人であり、日本との縁が多くあります。そんなペレは1976年に当時の世界的スター選手を集めたニューヨークコスモスのメンバーとして来日し、世界のホームラン王王貞治とのキング対談も実現。そして翌77年に国立競技場で開かれた引退試合、ペレさよならゲームインジャパンには、あのペレのプレーを最後に一目見ようと超満員の7万人を超える観客が集まりました。この2試合の興行は日本サッカー協会に莫大な利益をもたらし、このペレマネーにより日本サッカー協会は1億円を超えた負債を完済して協会の黒字化につながり、日本サッカー協会元会長の長沼氏はペレのおかげで救われたと話すなど、現在の日本サッカーの影の功労者と呼ばれています。その後も親日家のペレは引退後もたびたび日本を訪れ、84年に行われた鎌本の引退試合にも友情参加という形で駆けつけました。さらに93年の J リーグ開幕戦にも駆けつけ、日本サッカーの新たな船出に涙を流して喜び、2011年10月には東日本大震災の被災地である宮城県を訪れ、児童にサッカーボールを送り励ましました。そしてペレの支援で東京ガスが創設した東京ペレフットボールクラブは FC 東京の下部組織の礎となっており、キングというよりは父親のように日本サッカーの進歩を見守りました。続いてはダビド・デヘア。何かとインスタのストーリーにナルトの画像を上げまくっているデヘアですが、親日家というよりは熱狂的なナルトのファンであり、クリスティアーノ・ロナウド主催のマンチェスター・ユナイテッドの決起集会にはちょっとナルトすぎるパーカーを着て参戦。マンチェスター・ユナイテッドからは抜け人となりましたが、所属チームが決まった暁には完全体スサノオ並みの守備力を見せてくれることを期待しています。
ちなみにマリ代表のバカリサコもめちゃくちゃ日本すぎるスパイクを所持しています。続いてはミチェル・ランゲラック。現在名古屋グランパスのゴールマウスを守るランゲラックは、母国メディアの SBS で日本での生活に関して問われると、ここに住む上でネガティブな面は見当たらない、特に小さな赤ちゃんがいる僕ら家族にとって安全性と清潔さという点で日本で暮らすのは本当に素晴らしいことだ。息子のサンティアゴは名古屋で生まれたし、将来的に彼がサムライブルーの一員になることを願っている。日本は全てがとても清潔かつ安全で、人々は礼儀正しくてフレンドリーだ。僕のような外国人にも親切にしてくれると日本の生活に大満足の様子で、オーストラリアの仲間にも J リーグへの参戦を進めました。もしチャンスがあるなら仲間たちにはぜひ日本に来てほしい。違う大陸の違う国に引っ越すのは気が引けるものだけど、一度日本に来ればサッカーをして暮らすには本当に素晴らしい場所だと感じるよ。誰もが親切に扱われるだろうし、何も心配する必要はない。スタジアムの大半は大きくて新しくて清潔で、常にたくさんの観客がいる。選手としては満員のスタジアムでプレーしたいものだし、 J リーグなら安心できる環境でそれが味わえる。オーストラリアには大きくて綺麗なスタジアムがあるけど、残念ながら観客はあまりいないからね、と語るほどあらゆる面から日本に続婚状態で、将来ランゲラックの子供が日本のゴールマウスを守っているかもしれません。続いてはドラガン・ストイコビッチ。バリバリの世界トッププレイヤーとして来日したピクシーは、豪雨の中でのリフティングドリブルや監督になってからの革靴ボレーなど伝説のプレーで日本サポーターの心をわしづかみにしました。そして長い日本での生活の間にピクシーも日本文化の虜になっており、名古屋在籍時には母国セルビアのバスケットボールの選手で、共に出場したロスオリンピック以来の親交を持つブラデ・ディバッツとの対談が組まれると、ピクシーは自社仏閣の美しさからタクシー運転手の親切な振る舞いなど、いかに自分と家族が日本を好きかということを対談時間をオーバーしながら興奮気味に語り続けました。そして趣味は盆栽で和食が大好物であり、好奇心が旺盛で食べられていないものでも積極的にトライするプレイスタイルで、名古屋在籍時のホテルのバイキングでは中西哲夫が食べていた納豆に興味を示すと、これは何ですかと尋ねて口に入れると、これ美味しいと納豆にネバネバとハマっていきました。それ以降は海外キャンプに行く時もクラブに納豆を持参するようにリクエストしていましたが、1997年のオーストラリアキャンプでは朝食に納豆が出されなかったことに激怒。他にも生卵やうどん、鮎の塩焼きや梅干しなども好物であり、鮎に関しては鮎を食べるために夏季キャンプに行くと言われるほどで、岐阜県の飛騨市での約1週間のキャンプ期間中に30匹もの鮎を食べた逸話もあります。そして縄張りを持つ鮎の習性になぞらえて選手に、鮎のファイティングスピリットを見習えという魚くんでギリ通じるアドバイスを送りました。そんな大好きな日本食について、ピクシーは、僕がこの年齢までサッカーを続けてこられたのは日本食のおかげです。もし日本に来ることなくヨーロッパでサッカーを続けていたらどうだったか。ヨーロッパの食事はバターやオイルを多用する調理法だし、そういった高カロリーの料理を食べていたら太ってしまって20代の体はキープできなかっただろう。この年齢までサッカーを続けることはできなかったと思う、と引退した36歳まで現役を続けられたのは日本食のおかげだと語りました。そして1996年には名古屋で共闘したベンゲルがアーセナルにピクシーを連れて帰ろうと正式に移籍を打診されますが、子育ての環境も考えて日本に残ることを選択。この決断を後に本人は、当時アーセナルからのオファーを断ったのは世界で私だけではないでしょうか、と語り、ビッグクラブへの移籍よりも日本での安定した環境を選択しました。そんなピクシーの日本愛は、とあるサポーターの行動からより深いものへとなっていきます。現役を引退し日本を離れる間際に、家族と名古屋の行きつけのレストランで食事をしていたピクシーは、レストランに入っても誰も振り向かないので自分のことを知らない人ばかりなんだろうなと思い、家族4人で最後の日本を楽しんでいました。そして食事を終えて立ち上がった途端に、一斉に店中から拍手の音が鳴り響き、驚いたピクシーは周囲を見渡すと、みんな笑顔でピクシーありがとうと感謝の言葉を口にしていました。店内の人たちはストイコビッチ一家に気を使い、食事を終えるまでは無関心を装っていました。この気遣いにピクシーは、怪我をして昇進でやってきた私を助けてくれたのはむしろ日本の方なのに、なんという人たちなのだろうか、私がいた他の国でこんなに素晴らしい人たちがいただろうか、私たちは思わず涙が出そうになった。本当に日本に来てよかったと改めて思った。私はこの日のことは一生忘れないだろう。私たちの方こそ言いたい。日本の皆さんありがとうと。
そしてこの出来事に感動してますます日本との絆が深まったピクシーはグランパスの監督として日本に戻り、2010年にはグランパスに悲願のリーグタイトルをもたらしました。その後名古屋の監督退任後の2015年4月に外務省より日本セルビア間の相互理解の促進及び我が国のサッカー界の発展に寄与という理由で旭日小綬章が授与されています。